白金っちチャンネルへようこそ。今回の動画は金魚の餌量を考えます。以前は金魚たちの餌腹を起こさないようにこれぐらいの量をあげていましたけど、ちょっとやりすぎかなって思うようになったんです。もっと考えないといけませんねって。この90センチスリム水槽であることが起きちゃったんです。黒のデメキンちゃんが潜伏病になったみたいなんですよ。まだ初期症状やったみたいで、私もびっくりしました。もうすぐ遠慮させましたよ。は以前からコメットが具合が悪くなってたので遠慮してたんです。そこに一緒に遠慮させました。もうデメちゃんの尻尾がプカーッと浮いてくるんです。デメちゃんもちょっとパニクってましたね。症状やったから早く治りましたよ。デメちゃんだけ治りました。でもここにいるコメットちゃんはもうお星様になってしまいました。あの事故から1年経ってもう体も動かなくなってきましたので、ありがかったのかな。コメットちゃんありがとうね。私を癒してくれて。今回デメちゃんのことがあったから金魚の餌をちょっと見直そうと思い、量も減らそうと思い、毎日あげてるこの餌、糸水の金魚の餌、これはもうみんな食べてるからあげてます。そして冷凍の赤虫、それも解凍してあげてますよ。でこのもう一個の糸水の粒餌、これはあげた時とあげない時があります。一応3種類の餌をあげようと思います。もう量も少なめで、まあ金魚ちゃんたちの健康のためです。もっと餌のことももっと勉強しないといけないですね。金魚ちゃんには長生きしてもらいたいですよね。あ、すいません。主人が後ろで咳をしていました。ごめんなさい。
もっと金魚の枝よく見て、よく勉強して、それを買おうか、また勉強してきます。今はデメちゃんも元気です。まだたまーにちょこっと泳ぎがおかしいけど、よくなりましたね。キャリコのデメちゃん、お目目大きいでしょう。この子エア食いするんですよ。今日の動画はどうでしたか？ご意見、ご感想お待ちしておりますね。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。また遊びに来てくださいね。金魚たちも待ってますよ。ではこの辺で。バイバーイ。